うございます。お疲れ様です。まあいろいろ今日喋ることあるんやけど、まずは最初、ファンの方から長野のファンの方か、シュートファンの方から熱烈なシュートファンの方がね、まあちょっといろいろあって、おやき今回おやきね、かなり大量に入っているんでね、 2段とかもう3段ぐらいの切り干し大根もするちょっとこう、なんか YouTuber っぽくこう手のひらとかそうな、ほんまにあんまり食べたことないよな、おやきで、まあ向こうはこれが有名というか、うん、で、食べ方もね、俺ね何だったんかな、いろいろ買い取った買い取んな、うん、何だったっけ、最初の味にするんだったっけ、最終的にフライパンで焼くとか、うん、いや、一緒やん、レンジで温めた袋から取り出し、オーブントースターまたはフライパンで、そうそう、そう、レンジでやってからで、フライパンで焼いたら美味しいらしい、うん、まあこれちょっと先週でね、はい、ありがとうございます、今日、まあ一応まあプロレンなんで、プロレンの子で分けよう、はい、美味しくいただきます、ありがとうございました、ありがとうございました、で、2人が仲良く2週連続1週間ごとに MRI 行ったんかね、シュートが先々週かな、で、シンが先週だろ、で、昨日タクマが行ってますで、まあ、2人は膝やけど、タクマは脳みそ、脳の3週連続 Z ジムの若手が、MRI 検査というね、まあ、ちょっとまあ時期が、いろいろあって試合が近なってきたのにね、なかなか、うまいこといかんね、怪我つきもんやから、まあ、うまいことつきあい持って、試合で、はい、さっきシンかな、はい、そうやな、そうやね、まあ、まずそこやもんね、じゃあシンがやっと、ランキング、シュート世界ソロ級ランキング10位に、ランクインしました、おめでとう、サボっとった分2年まるまるサボっとった分やっとっていう感じやね。で、まあ体もだいぶ大きいなってきてるんでね。うん、まあ、それずつはまあ大学生ぐらい23、4ぐらいが来てからがまあ勝負かの年かなと思ったんで、ちょうどまあこの時期に追ってきたかな。まあけどサボりのけたらもうちょっと早かったかもしれない。ああ、そうやな。うん、でまあ順調に。まあサボりがあったけんこその今の面白い。そう、そうよ、今の環境をね、ありがとう、先に行かしてくれて道を譲ってくれて、シュートが落ちたけんもあるけど、おー、うまなったね、さすが、喋りもうまなったね、うん、でもまあ、本当によかったね、とりあえず、まあ、次ね、どんどんランキングっていうのは入れ替えがあるあって当然やし、連勝したら、その上も見えてくるんでね、やっぱりやるからには最終ベルトをね目標に頑張ってほしい。まあ若手もどんどん器用からね。うん。まあ本中で頑張ってね成果出していこうみたいなね。はい。で次あそうですそうね。シンが本物は9月に。ランキング戦して、でそこで勝って、沖縄に呼んでもらうときに、まあ、朝比奈選手にね、アピールしたかったんやけど、まあ、なかなかまだ早いということやね、膝がね、まあ、全てが運とかタイミングがあるからね、まあ、まだこのタイミングではなかったっていうことやね、次今回9月を流れてしまったけど、まだ次向けて準備しとこう、年内あと1試合できるかできんかっていうところですね。まあ沖縄やってくれたら一番いいね、うん、はい、で次シュートやね、はい、シュート今日発表になったんかな、さっき発表になったんかな、さっき発表になりました、28日5時から第2部やね、2部でプロシュート大阪大会、大会で3年ぶりに出るんで、あ、3年ぶりになるね、まあ、大阪の勝率いいんで、
あ、そうなんです。大阪で負けてないんで。おお、東京ではあれ。東京はしか負け越しちゃったね。あ、まあ、1勝4敗か。あ、東京は、あ、東京は、まあ、ほとんどチャレンジやからな。まあまあ、大阪も階級アップで、うん、階級アップ、今回も挑戦なんで。今回も挑戦、そうそうや、階級アップで挑戦、チャレンジ、まあ、変わらず頑張ります。ハッピーセットなんで、ハッピーセット一緒にいます。まあ、あの相手選手も、実力者なんでね、本当チャレンジ、まあ、しっかりここをねものにして、次にアピールつなげたいね。はい、まあ、頑張ります。頑張ります。でチケットをまだ今で16枚7枚とか、うん、大阪までね来てくれる、ね、友達がありがたいね。まだまだ間に合うんで、あのもし応援に来てくれる方は、あとテンパビーも多分あると思うんで、ね、うん、もしあれば、もしあれば、そこもお願いします。お願いします。はい。以上です。以上です。はい、まあ試合向けて、みんなで、頑張っていきましょう。で、おやきがね、まだ今回ちょっと余裕食べれるよね。あ、そう、今回減量も早いけん。俺、まあ階級が一上やからね。階級一上やし、ちょっと前もって節制しつつ、うん、しつつでかくしよったけん。うんうん、まあまあ余裕あって。はい、まあ、練習後にね、おやき持って帰って、栄養補給しましょう。まあ、マックラーメンいかんかった。あ、まあ、これはバカやね。はい。まあ、節制しながら、ベストコンディションで挑みましょう。はい。はい、じゃあ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。